というようにですね、時は流れていくものだと思います。僕が選手としてプレー者15年という月にはまだまだベガルタの歴史にとってはほんの土台の一部にしかないと思います。この先の未来はこれからの選手たちと皆さんによって作られているものだと思います。そこにはたくさんの希望が満ち溢れています。もしかしたら今この会場に足を運んでくれている小学生、中学生、また高校生、もしかしたら皆さんのその腕に抱かれている小さなお子さんたちが近い将来ベガルタの一員としてこのピッチに立っているかもしれない。そんな少し前から考えられなかった夢も現実のものになっていくはずと僕は信じています。今日この場をもって15年間で走り続けてきた僕の選手生活はありますが、これからは皆さんと同じくベガルタを愛するサポーターの一人としてこのベガルタ仙台というチームを見守り続けていくつもりです。今後のことはまだ何も決めていませんが、これまで支えてくださった皆さんに何らかの形で恩返ししていけるようなことができればいいなと考えています。最後になりますが、僕から皆さんにお願いがあります。僕という人間を育ててくれたこのベガルタ仙台を5年後、10年後も今と変わらず愛し続けてあげてください。ありがとうございました。